皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日からブラックシップスの YouTube チャンネルが始まります。ギリの戦い、瀬戸際の攻防、数センチメーターアップは一瞬で儚い、多くは語らないから瞬きの暇な。なんで YouTube チャンネルを始めたかっていうと、まあ、ウェイトリフティングとか、まあ、このクロスフィット競技、まだ今までね、あんまりこう発信してるそのコンテンツが発信できる場っていうのがあんまりなくて、で僕たちもまあジムをやり始めて4年、自分たちなりにしっかりこう歴史とかカルチャーを築いてきたつもりで、改めてもうたくさんの人に知ってもらいたいなと思って、この YouTube をやることにしました。今日は、まあ、ブラックシップスのスタッフ、今後の YouTube の意気込みとか、やりたいこととかをね、初回なんでまず話させてもらおうと思ってます。で、僕がブラックシップスの代表の佐藤と申します。よろしくお願いします。で、マキ君。はい。ブラックシップスの超人クラスの、トレーナーをやって、トレーナーと、クロスフィット競技のアスリートをやっています林真人と申します。お願いします。じゃあ、はい、ブラックシップスで、メディア担当、クロスフィット競技のアスリートをやらせていただいている川達也と申します。よろしくお願いします。ってことでね、この4人で、ね、これから YouTube をやっていくんで、でもちろんね、うちのこうクラスの様子とか、まあ、大会とかもやってるんで、そういったこともこれからレポートしたり、まあ、うちで練習してくれてるアスリートとのコラボとかもやっていきたいと思ってます。まあ、みんなこれからね、おのおのそれぞれやりたいこととか意気込みがあると思うんで、じゃあマキトから、はい。うん、まあ、僕インスタグラムとかでいつもトレーニング動画とか、上げさせてもらってるんですけど、まあ、YouTube を通して、僕のまあ、そのトレーニングの細かい内容であったり、まあ、僕が一日どのように過ごしているかとか、まあ、クロスフィット日本一に向けての過程とか、まあ、そういったものを発信できたらいいかなと思ってますので、またよかったら見てください。僕は、あ、じゃあ川君。はい、僕はブラックシップスのメディア担当として、まあ、ウェイトリフティング競技、クロスフィット競技、まあ、どちらも日本ではあまり、知られてないメジャーではないような競技なんですが、このチャンネルを通して皆さんにウェイトリフティング、クロスフィット、トレーニングの素晴らしさをお伝えしたいと思います。またメディア担当としてもチャンネルを成長させていけるように、これから頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。僕は、ウェイトリフティング、まだまだこうどうやってやったらいいかとかね、まあ、始めたいけどどうやってやったらいいかっていうのが素材として足りないと思うんで、そういうので躊躇してなかなか始められないって人もいると思うんで、もう普段やってるクラス、もうそれを出し惜しみなく技術とかも、ウェイトリフティング技術とかも伝えていきたいなと。で、マキトもね、そのクロスフィット競技のテクニックとかね。そうですね、まあ、クロスフィット競技に対するティプスとかコツとかは少ないので、まあ、そういったものを情報を発信していこうと思います。またいろんな人とコラボして、クロスフィットの素晴らしさっていうのを他の競技と比較して、見れるようにもしていこうと思います。本当にマキトはね、本当にクロスフィットを代表して、多分他のジャンルにクロスフィットの凄さとかを伝えられる人間だと思って、体もとんでもないことになってます。で、これはね、まあ、ちょっと今日は見せないですけど、本当にすごいアスリートなんで、また今後は注目してください。で、はい、加賀君も、まあ、彼の作品というのを YouTube でこれから今まで作ったやつもね、はい、見せながら、はい、ちょっと本当に素晴らしい今作品をたくさん作ってて、まあ、僕もクロスフィット競技とかウェイトリフティングを勉強するときは英語ベースで、まあ、日本語の、まあ、学習素材がなかったので、まあ、海外の、YouTube とかを見て、勉強したんですが、やっぱりこのブラックシップスには、まあ、トップレベルの、競技者の方や、トップレベルのコーチがいるので、まあ、そういった方々を通して、日本語ベースで勉強もできるような、動画を作っていきたいと思います。僕もマキトはさ、はい、例えばさ、マキトとんでもない大食いじゃん、はい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 、ね、食べるときさ、大食い企画どう？あ、もう全然、多分店舗の、20分チャレンジとかどれぐらい食えるかとか全然いけちゃうので、うん、まあ、そういったものも、挑戦していこうかなと。こんだけ俺は食えるんだぞと。マキトはね、まあ、もう目指してる時期はここだからね、はい、でこの絵です。そうですね、マキトはもうクロスフィットっていう競技に収まらずにもう超人になるんで、なあ、何でも話していこうかな。具体的にクロスフィットの目標って、競技としてはどこ、場所に行ってて、まあ、もう世界トップに入りながら戦うと。で、そのトップの中でどう自分を表現していくか、
まあ、そういったものを見てもらおうかなと思って、まあ、今後の活躍にまた期待しておいてください。川君は、はい、そのクロスフィット競技でここまでっていうのは例えば何かある？はい、そうですね、僕も国内であのトップレベルで戦えるようなアスリートとして頑張っていきたいと思います。いくらトップで戦っていても皆さんにお届けできないと認知度も上がらないと思うので、レベルの高さとか競技の素晴らしさをお伝えできればと思います。あ、ですね、俺はね、やっぱウェイトリフティング老若男女問わずみんなでやってもらえるスポーツだと思ってて、本当にね、こう草野球みたいな感覚で運動して、週末運動してもうビール飲んで、ああ楽しいなって、人生がこうちょっと豊かになってくれるようなね、そんなのを目指してます。でこれからね、4人で YouTube ね頑張って、ジムもね、あのより本当に成長できるように、みんなクラスの指導もね、本当にコーチ陣一流の人間ばっかなんで、そういう様子もね、あの伝えながら、ジムの成長とともに YouTube も SNS を通してしっかりやっていきたいね。はい、じゃあそういうことで、はい、今日は本当にありがとうございました。いやいや、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。え、サダさん、ちょっと待ってください。どうした？僕今日一言も喋ってないですよ、サダさん。え、僕が必要ないんですか？喋ってなかった？いや、喋ってないですよ。僕を何ですか、手放したいんですか？いやいや、だって一緒にジム4年間さ、やってきてさ、はい、出会ってもう7年。いや、どうなんですか？いや、俺が岡を手放したいなと思ったこと一度もないよ。話したくはない。ありがとうございます。じゃあどうしたの？いや、この気持ち、もう溢れ出てくるこの気持ちをちょっと歌にしてもいいですか？ちょっといいかな。すいません。どうした？本当に僕はもう不器用な人間なので、歌でしか、あの、どうした？伝えられないんですけども。どうした？あの、話したくない、その佐藤さんの気持ちに応えるために僕も歌で答えたいと思います。どうした？平岡祐希オリジナルソング、話したくない、聞いてください。どういうことだよ。おい、どこ見てんの。おい、今お前をこの腕に抱きたくて、おお切ないよ、会いたい時がどれほど辛いかと問いかけてた。一人きりの夜ならば今すぐ会いに行くよ。遠ざかる二人の距離を追いかけて慰めてた。諦めるよりも信じることにかけてみる思いを抱きしめていたい。これから YouTube 頑張ります。チャンネル登録よろしくね。問いかけてた。一人きりの夜ならば今すぐに会いに行く。